はい、ナパンです。バッシュミレーター21の続きを遊んできます。よろしくお願いいたします。前回ですね、電車が好きっていうミッションのところ、ですけれども、クリアできないというところがありました。で、それの原因なんですけれども、前回のアップデートからなのか、Steam の方の掲示板の方に書いていたんですけど、やはりその皆さんクリアできてなかったというところで、早急になんかバグ修正しますみたいなものがなんか11月4日に書かれたんですよね、開発者側のコメントとして。で、もうちょっとかかるかなと思ってたんですけど、つい先ほどアップデートが入って、そこのバグ修正が終わったというところでもミッションが、クリア扱いになったので、次のミッションを、進めていこうと思います。一個、そうですね、ミッションあったんですけど、そこはクリアして、そっちについてはその、エリア開放がなかったので、もう進めました。で、そこをやると、ここの、セントラルバスステーションが含まれるエリアと、あと、ウェストフィールド、が解放されて、今回は一番上のミッションの、セントラルバスステーションと、あとウェストフィールドと、あとシュタイネックですね、をつなぐ、ルートを走っていこうと思います。はい。で、バスについては、このアレクサンダー・デニスのバスを使っていこうと思います。うん、ちょっとあの後やり方がやっぱり間違ってるのかなと思って、何度もバスのルートを作り直したんですけど、なんとバグで進めないなんてっていうところでバグで次に進めないっていうのはちょっと初めてな状態だったんで驚いたんですけど、まあ実際1週間ぐらいで、問い合わせから考えると2週間ぐらいかかってるっぽいんですけど、開発者がそれを検知して、ここから修正に入りますってコメント打ってからは一週間ぐらいで治ってたので、結構早いんじゃないですかね。他の知ってるゲームとかだと、なんかバグだらけで全然修正されないとか、バグ修正に半年かかりますみたいなとかも知ってるので、それと比べるとはちょっと 早かったなと。やはりあれです、危ない危ないよ。どこ行こうとしてんのこれ。ちょっと、引かれるよこんなところ、こんなところ。めっちゃ猛スピードで走る車いると思うんですけどね。
そう、あのエンジェル・ショーズと比べるとやはりあの人が多いですねって言おうと思ったらこのありさまですからね。怖いなぁ。けど少ないからまだいっか。あ、で、その中で、まあ、それが確かなのかどうかちょっと、までは見てないんですけど、なんか掲示板、スチームの掲示板の中で、なんか電車走ってないんだけどみたいなものも書かれていて、こっちはその電車が走るところも見れるんでいいなっていう、気持ちで走ってるんですけど、だから線路だけあって電車が走ってないのはちょっと寂しいですね。あ、まだまだ、なんか降りそうだな。どう？降りないんかい。ちょっと乗客がちょっと強めな口調で喋ってたんで、降ろしてくれって聞こえたんですけど、違いましたね。このルートだとあれかな、電車通るかな、電車ここかな、なんかぽいっすね、なんかこの こっちのシーサイド、シーサイドバレー、やっぱりあれなんですよね。絵が綺麗だなぁと思いながら、絵というか景色だな。景色が綺麗だなぁと思いながら走りたいんですけど、これ以上にこの、やはり人が怖い。昔こんないなかったし、いなかったし、あれですよね、横断歩道をちゃんと渡ってましたからね、あの人たちは。あの昔の住人は最近何かあったのかな、なんか嫌なことでもあったのかな、じゃないと横断歩道じゃないところ無理くり歩かないですもんね。いや、乗客多いな、こっちの方が嬉しいんですけど、ちょっとエンジェル・ショーズと比べると、なんでこんなに差があるんだっていうのがすごい気になってしまいますけど、
で今回はあれですね。3つの区間を走るっていうルートにしてるんですけれども、先ほどのバス停で、あれか、このウェストフィールドのところは、終了になっていて、まあ、今回はここは、ここのエリア4つのバス停になってるんですけど、ここの2つのバス停はちょっと、今回は走らない。で、シュタイネックのところは、まあ、ここの奥のところを走らないんですけど、この3つ走って、でメインとしては、ここの、センタルバスステーションがある、このエリアのところは全部のバス停を走って終わりにしようという流れで行こうと思ってます。はい。そのアップデートが直前にあったんで、もうささっと動画撮って投稿しようとちょっと決めたんですけど、その数分前にはあれですね、一旦このバスシミュレーター21の動画投稿、一旦そのバグが修正するまで休止にしますっていう動画を作るかどうかっていうところをずっと考えてたんですけど、で、うん、よし作ろうと思ってバッシュミュレーターを起動したら、なんかアップデート待ちですみたいな表示になっていて超ギリギリですね。ほんとタイミングよくアップデートがかかってくれたんで、よかったんですけど。ちょっとツイッターの方ではもう、あれですね、休止しますとは書いてるんですけど、ちょっとこれ取り終えたら、そちらも、ちょっとコメント書こうかなとは思うんですけど。うん。ほんと直前すぎて結構ドタバタしますけどね。なんかこの視界が、うん、いいですね。あとやっぱりその住人がもう少し少なければ、いやいや多くてもいいのか、横断歩道を渡ってくれれば最高なんですけどね。強引だな直進の車を無視して曲がる勇気のこの車すげえな。え？どうなってんのこれもう
え、どうなってんのこれ。車泣かせじゃん。なんかスクランブル交差点でもないのにスクランブル的な。やっぱりあれだな、まあ、確かに歩いてる人の方が優先ですけどね。どういう状況でも優先だよとはありますけど、このゲームあれですね、なんかあの運転免許取る時のなんかありますよね、なんかゲームっぽい感覚で運転させられて、まあ、最近の運転免許のやつはどうなんですかね。なんか昔のやつはどんだけゆっくり走ったとしてもそのスピードで子供がなんか飛び出してきて必ずぶつかるみたいな、なんかそんなのやらされたような気がするんですけど、あの路上運転する前の練習でなんかゲーム感覚で運転してちょっと練習しましょうみたいな。最近はなんかあれなのかな、ちゃんと止まればいや大丈夫でしょうみたいな流れになってるのであれば、このバッシュメーター21はちょっと一度経験してもらった方がいいかもしれないですね。運転する前にどういうタイミングでも歩行者はどんなところでも横断するよっていう。なんか飛び出すタイミングはなんか雰囲気でわかりますけど、そこないでしょっていうところもでも来ますからね。カーブのところとか来ますし、うん、でもかなり走って違反になってたか。降りたい人がいたのかな。もう結構走って、あれですね、このセントラルバスステーションのエリアのところ、もうほぼほぼ鳩、多分3つ4つぐらいでクリアになるんですけど、今ここのエリアが、このセントラルバスステーションを含むエリアのところですね。ここもあれかな、完全に名前忘れましたけど、あの隣のエリアと風景とかそういうのは変わりないのかな。ここの隣じゃないか、このこっちか、全然読めないエリアですけど、ここのとなんか似てますね。
路中できるようなできるように道が作られていて、まあ止まってる方向はやっぱ相変わらず気になりますけどね。逆方向やんっていうところは気になりますけど、けどあっちのエリアよりかはそのマンションが多いのかな。うん、やっぱあのセントラルバスステーションのところがあるから、まあ他のエリアと比べると栄えてるんでしょうね。うん、で残りのミッションもまあ基本的にあれですね、ルート、その指定されたルートを作ってそこで給料日発生させましょうっていうところなので、まあこれもこの後終わったら進めていって、でまたそのエリア解放されたらあれですかね、次の動画にしようかなと、こんな感じで考えてます。で今回は残りあと3つのバス停ですね、こう行けば終了になりますと。寝てる人がいないですね。おやおや。このシーサイドバレーはあれなのか、そのカメラの位置は教えてくれてますけど、まあ、先ほどのバンプ、これだと25キロ以上を出して、まあ、乗客乗せてると違反になるあのバンプですけど、あれのマップ表示はないのか。エンジェルショーズの方はあったんですけどね。今日結構気をつけながら、なんかマップ見てたら、OK なところから、
これちゃんとこの道路を見て走らないといけない形になってるのか。あ、ここまで全然気づいてなかったですけど。あ、そういう違いがあるのか。なるほど。よし、次が終点ですね。これで終了ですね。あー、今回もあれか、効率 90% までしか上げられなかったですね。まあ、何度か失敗してんだな。ちょっとナビなしだとちょっと私ちょっとおばあちゃんなんで、もうこれ以上上がれないんですよね。あ、上がれた上がれた。よし、というところでちょっと、あれですね。今回は急遽、もう急いで撮って、急いで投稿っていう形になるんですけど。はい。無事、バグも治ったんで、まあこのまま、まあおそらく他のエリアも走れていけるんじゃないかなと。うん、ここのセントラルバスステーションの、ところが反応してるっていうことは、まあ、他のやつも全部いけるでしょう。というところでまた、はい。無事また新しいエリアを走っていくというところを、今後もやっていければなと思いますので。はい。では、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。